南モノレールと遊んで学ぼうフェスティバルをちょっと見に来ました、はい、鉄道ブースっていうのがあって、うん、ここでモノレールとか、うん、他の物販のブースで出て、まあ、そこにグッズを見に来たって感じですね。そうですね、はい、はい、ここは大船に来てます。はい、懸垂式、懸垂式ね、千葉と湘南の2つ、日本では千葉と湘南の2路線ですね。あ、こうなってるんだね。突如現れましたよ。現れますね、こちら。マッサージしてる。モデン。ステージがあるよ。ステージが。ね、アラちゃん見えた？何してるかちょっと紹介してよ。学生さんか。ああ、学生さんなの。見て見て、なんか歴史が書いてある。歴史書いてある。すごい。サフェージ式を導入するときに三菱がそのまま三菱としていられないから、日本エアウェイ開発という会社を作って、それでモノレール導入したの。それがあの会社のプログラミングとかなって。列車なのかな。詳しそうだ。見て、鉄道ブースはこちらって書いてる。あったって。はい、じゃあ行きましょう。あ、すごいいっぱいいる。我らが京急いるよ。欲しいこれ。僕も江ノ電乗ったことないんだよ。今日はでもこの辺全部昨日から新発売の。ああ、そうなんですか。はい、歴代のモノレール車両をキーホルダーにしたやつで、これ300型って言って湘南モノレールの初代の営業車両、建設してた当時の。ああ、なんか顔がかわいい。かわいいよね、昔の通勤電車。こっちもほら、パッと駅名言えないけど、すごいね。なんかバスもこんな感じだったんですね、昔って。これね、さっきのキーホルダー買った理由があって、これ京急バスなのね、多分。そうですね、これから京急バスですよね。湘南モノレールってもともと京急バスの専用道路の上に作らせてもらった経緯があるんですよ。今でこそ一般の車が通れるようになってるけど、当時ってバス専用路だったので、こうやってバスしかいないんです。開業当時のこう、なんだろう、貴
重な写真というか、だからこのキーホルダーもセットになっているバスとモノレールが。そういうことなんですね、うん、なんでだろうって思って、ね、でそれに合わせて当時はこれだったけど、例えばこの後400型、500型、5000型というんだけど、その時の使われてたバスが一緒にセットになっているっていうキーホルダー。これ今300型だけだけど500型までキーホルダーラインナップで販売されてて、それをさっき購入した。この中どうなってんの？中あのどうぞ開けてみてください。あの車体補充券っていったら車内で設定するときに、使うメモ、あの紙をメモ帳にして、うちらは見てとまあメモ帳に。ああ全部こうなってんの、面白いね。これ買おう。うん、これください。ありがとうございます。あ待ってください。この券も買おうかな。券もありがとうございます。じゃあ今日あのボールペンを差し上げて。ありがとうございます。ゲットしました。あすごい袋が可愛い。可愛いね。モノレールのサイトを作ってる。あそうです。見てもらいました。このロゴで。ありがとうございます。相談もやろうと思うのかな。よろしくお願いします。結構モノのことすごい気づいてますよね。いやそうです。サイトも回転して。今日これそうなので来ようね。そうロゴ見てあそうだ。嬉しい。これすごいですよね。買ってないけど今日買って帰ろうと思って。あ今売ってますよ。あここに売ってるんですか。売ってます。あじゃあ買います。お買い上げです。お買い上げです。モノレールジャパンの田村と。ですよね山根さん。はい。ちょうどこの裸です。よろしくお願いします。ロゴ見てそうだなと思って。スーツ感。ありがとうございます。うちの広報の石川です。あ、全部。これあれですか、湘南モノさんの所有のものなんですか。そうです。だから最初に日本エアウェイですよね。当時がパースで書いたやつ。でここの文書はその時の。申請した時の書類の分原文ままで使ったり、そういうのが全部たまたまうちファイリングされてたんですよ、うん、エアウェイの取締役の議事録からそれをもとにこれを発表方針、すごいですね。ありがとうございます。すいません、また連絡させてもらいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。引き続きお願いします。ね、すごかった。あ、Cサイドラインだ。え、これ欲しい。この辺はあの2月に発売開始したばっかり。こんな感じのモノレール乗って帰ります。はい、ありがとうございます。